では続いてソウル支局から中継でお伝えします。はい、韓国国防省は北朝鮮が午前9時半ごろに事実上の長距離弾道ミサイルを発射したことを確認しました。引き続きアメリカ軍とともにミサイルが飛行した軌道を詳しく分析していますが、すでに1段目の部分が韓国西部の沖合に、またケアリングと呼ばれるカバーの部分がチェジュ島の沖合に落下したことは確認しています。これまでのところ航空機や船舶に被害が出たという情報はないということです。韓国大統領府は北朝鮮によるミサイル発射を受けて午前10時半からパク・クネ大統領が外交安全保障の関係閣僚を集めて国家安全保障会議を開いてまして、発射されたミサイルについての詳しい情報を確認するとともに北朝鮮への対応を協議しています。パク大統領は北朝鮮がミサイル発射を強行した場合は相応の対価を支払わせると警告していました。またこの後正午から韓国のハン・ミング国防長官が米韓連合司令官、そして韓国駐在のアメリカ大使とともに緊急の対策会議を開くことも決まりました。またニューヨークにあります韓国の国連代表部は国連安全保障理事会に対して緊急会合を招集するよう要請したということです。ソウルからお伝えしました。では続いて中国総局から中継です。はい、中国政府のコメントはまだ出ていませんけれども、中国外務省の報道官は、先週3日の記者会見で北朝鮮が事実上の長距離弾道ミサイルを発射することは国連の安保理決議違反だという認識を示して重大な懸念を表明していました。また中国は朝鮮半島問題特別代表の武大維氏を北朝鮮に派遣して自制を求めていました。ですから北朝鮮が発射を強行したことに中国が強い不満を抱いているのは間違いありません。それでも中国は北朝鮮への制裁強化には後ろ向きです。過度に圧力をかけて北朝鮮を追い詰めれば情勢が一層悪化して、ひいては制御できない状況となって国境を接する中国が混乱に巻き込まれかねないと恐れているからです。ただ北朝鮮にそこにつけ込まれて足元を見られているという印象は拭えません。王毅外相は今後の情勢がどう発展するかはアメリカと北朝鮮の政治決断にかかっているとしまして、2008年を最後に中断している6カ国協議の再開を呼びかけていますけれども、米朝双方を対話のテーブルにつかせる有効な手が見つからないのが現状です。中国は今後も関係各国に対して冷静な対応を求めるでしょうけれども、先月の核実験に加えてミサイル発射を食い止められなかったということで制裁の強化に同調するように迫るアメリカなどからの圧力が強まるのは避けられませんで、中国は難しい立場に置かれることになります。続いてワシントン支局から中継です。アメリカのホワイトハウスのライス大統領補佐官は先ほど声明を出しました。この中でライス補佐官は北朝鮮による長距離弾道ミサイルの技術を使った発射は先月の核実験に続く動きで挑発的な行動だとしています。その上で国連安全保障理事会の数々の決議に違反するものだ、アメリカの国益と同盟国に対する深刻な脅威だとして北朝鮮を強く非難しています。事実上の弾道ミサイルの発射はアメリカの早期警戒衛星で確認され、その後の飛行状況は日本周辺や太平洋に配置されたイージス艦や X バンドレーダーなどで追跡しており、アメリカ軍はミサイルは大気圏の外に出て宇宙空間に達したとみられるとしています。アメリカ国防総省は今回の発射にはアメリカ本土に届く大陸間弾道ミサイルの開発を加速させる狙いがあるとみています。アメリカ軍が注目しているのがまず発射技術の進歩、つまり発射とその後の飛行が事前の告知通りに実施されたかどうかやその飛距離、これに加えましてミサイルが一度大気圏の外に出た後に再び地上へと向けて大気圏に入る再突入の技術をテストしたかどうかという点です。
これは人工衛星とミサイルの大きな違いといえ、こうした点の解明が今後一つの鍵になってくるとみられます。いずれにしましても、先月の核実験と合わせてアメリカの安全保障を脅かす核ミサイル技術の開発を着実に進めていることに他ならず、アメリカ政府としてはさらに厳しい内容の追加制裁を求めて北朝鮮への圧力を強めていくものとみられます。では海上自衛隊の元海将で、ミサイル防衛システムに詳しい金田秀明さんとお伝えしていきます。金田さん、これでですね、ミサイルの、についての分析がですね、この後進んでいくものと思われますが、その焦点というのはどういうことになっているでしょうか。今アメリカからの報告にもありましたけれども、今回はその衛星の、打ち上げというようなことを言っておりますが、これは事実上の弾道ミサイルに、間違いないようですね、はい。KN-08 というですね、タイプの弾道ミサイル、これの、関わるですね、各種の実験を行ったんだと思います。で、これについてはやはり米日韓、今回、航海に落ちました残骸ですね、こういったものの要衆分析などを含めまして、いろいろと協力をしていかなきゃいけないだと思います。それからもう一つはですね、やはり、政府、それから自衛隊、それと、地方自治体、これの連携とかですね、そういったものが、うまくいったのかどうかですね、 J アラート、M ネットも含めましてね、こういうことについてもう一度再検証する、そして、二度とこういったことがあってはいけないんですけれども、仮にあったとしても対応が万全にできるようにですね、していかなければいけないと思います。金田さんはこの地域に与える、影響というのはどういうふうに見ますか。これは非常に大きいと思います、やはりこれは弾道ミサイルであると、発射実験なんだということは間違いありません、そのようなことを考えればですね、もちろんその米日韓はもとよりですね、やはり中国ロシアにとってもですね、非常にこの気になることであろうと思いますので、やはりこれは米日韓のみならず、そういった関係国も含めてですね、安全保障理事会は日本がアメリカと韓国とともに緊急の会合の開催を議長国のベネズエラに要請しました。引き続きお伝えします。繰り返しお伝えします。国連の外交筋によりますと、北朝鮮による事実上の長距離弾道ミサイルの発射を受けて、国連の安全保障理事会では日本がアメリカと韓国とともに緊急の会合の開催を議長国のベネズエラに要請しました。緊急の会合は早ければ日本時間の明日未明にも開かれるものとみられます。国連の外交筋によりますと、北朝鮮による事実上の長距離弾道ミサイルの発射を受けて、国連の安全保障理事会では日本がアメリカと韓国とともに緊急の会合の開催を議長国のベネズエラに要請しました。緊急の会合は早ければ日本時間の明日未明にも開かれるものとみられます。では続いて国際部の高野デスクに聞きます。北朝鮮はですね、今後どのように動いてくると思われますか。北朝鮮が初めての水爆実験だったとする4回目の核実験と、新たな地球観測衛星の打ち上げと称する、今回の長距離弾道ミサイルの発射を相次いで成功させたというふうに、国営メディアはおそらくこの後伝えると思います、はい。キム大主席の功績だとして国内に、で大々的に、宣伝することになるだろうと思います。一方で北朝鮮は国連安保理での新たな経済制裁決議をめぐるですね、関係国の話し合いの成り行きを注視しています。制裁決議が採択されれば、その内容以下ではですね、行動対行動だとしてさらなる挑発行動に出る可能性があります。で、金正恩政権になって以降ですけれども、前例を無視した予測できない動きというのが目立つんですね、はい。で、今回もミサイル発射より先にですね、核実験を強行したり、予告しない段階で発射台に覆いをかけた上で、国営メディアで発表せずにですね、国際機関だけに通告で、しかも直前に予告期間を変更したりと、国際社会の裏をかくような動きが繰り返されていてですね、今後の出方は予断を許さないと思います。今後ですね、注目すべき動きというのはどんなところでしょうか。今月末にはですね、北朝鮮が中止を求めています米韓合同軍事演習が控えています、はい。去年もこの演習のタイミングで、短距離弾道ミサイルを断続的に発射していまして、朝鮮半島の緊張が一段と高まることも懸念されます。
そして何といっても注目はですね、キム第一書記が祖父キム・イルソン主席の時代以来36年ぶりに開きます5月の朝鮮労働党大会です。キム大書記はこのところ青年、つまり自分と同世代の若者を重視する姿勢を強調していまして、大会では最高指導部や軍幹部などの大幅な若大に世代交代などが行われる見通しです。さらには4月で最高指導者に就任して丸4年となるキム大書記が初めての首脳会談に臨むなど本格的な外交デビューを果たすのかどうかが注目されます。ただ一方でですね、軍部内でも強硬派として知られます副総参謀長がこのほど朝鮮労働党の要職に就いたと見られるなどですね、政権内で強硬派の勢いが増しているという見方も出ていまして、引き続き警戒を怠ってはいけないと思います。ではここで PAC-3 が配備された沖縄宮古島から中継です。沖縄県の宮古島です。